本日、軍学共同反対連絡会結成の記者会見に、皆さん、よくおいでくださいました。どうもありがとうございます。まあ、今日、それで、この、なんで今日記者会見するのかっていうのを、先ほどある記者の方から問われましたが、まあ、これは単純なことでありまして、今日夕方、日本学術会議の、安全保障と学術に関する検討委員会の第4回の会議が開かれる、まあ、我々それに傍聴しに行きますが、まあ、そういう機会に集まれるものは集まろうというわけで、とりあえず記者会見をしようと。じゃあまあとりあえず、もうとりあえずじゃないんだけれども、連絡会の結成の集会も合わせてやろうというので、今日は午前中から午後、それから夕方と3連戦に我々なるわけですが、まあ、秋から冬にかけての時期が私は一つの正念場ではないかと思っておりますが、それは一つは日本学術会議の先ほど言いました検討委員会が、まあ、来年の春であろうと思われますが、春の総会だと思うんですが、まあ、ずれ込む可能性も無論なきにしもあらずですが、少なくとも来年の春ぐらいの段階までに日本学術会議としての態度、意見集約を行うであろうと思われますね。はいはい。で、日本学術会議がいかなる、まあ、学術と戦争協力という問題をにいかなる態度を示すかということ、これは非常に重要な影響を与えます。まあ、無論、多分ご存知のように1950年と67年の2度にわたって日本学術会議は戦争に協力する、研究は絶対行わないという決議を出してきたわけですね。で、それが曲がりなりにも、まあ、かっこつきの曲がりなりにも、日本の学術会が大っぴらな形で、軍事研究を行うということはやってこなかったわけですね。で、にもかかわらず、まあ、安倍政権になってから、特に、デュアルユースの、利用、まあ、活用ということで、まあ、軍事にも応用できる技術を、まあ、軍事に、民生の技術を軍事に適用しようというわけですね、デュアルユース。で、それを打ち出して以来、非常に露骨な形で軍学共同の進め方、進めというのが防衛省から打ち出されました。その具体的な表れが、安全保障技術研究推進制度という、まあ、ややこしい 長い名前のファンディング制度でありますね、競争的資金制度です。で、2015年から発足しました。で、これが2015年には3億円の予算で109件の応募があったと、まあ、これ非常に私たちはびっくりしたわけですが、2016年今年 の応募は6億円の予算倍増であったんですが、応募者は44件と激変しました。半数以下になりました。で、私はちょっと調子に乗ってその防衛庁が、まあ、研究者から見放されたというふうな書き方をしたんですが、実は防衛省にはさらなる魂胆があったものではないかとは思うんですが、今度8月末の財務省への概算要求でなんと110億円の要望要求を出しておりますが、無論もう一つ明確な理由がありまして、それは日本学術会議の議論に影響を与えるということですね。これほどの予算規模にもし膨れ上がるとすると、当然研究者だって、乗ってくるだろうという、まあ、そういうことを、まあ、腹の底では思っているのではないかと思います。